スヒーニチ市の紋章、スヒーニチは、ロシアのカルーガ州中部にある都市。人口は2002年全ロシア国勢調査で16,387人、1989年ソ連国勢調査で17,762人。州都カルーガからは南西へ 105km の場所にあり、モスクワブランスク・キエフを結ぶ、幹線鉄道と支線が交わる町であり、鉄道と共に栄えてきた。 丘側の左支流であるジズドラ川のさらに、左支流であるブリン川沿いに位置している。スヒーニチ地区の中心地でもある。スヒーニチの鉄道駅スヒーニチは18世紀前半に建てられた村であった。地名は、この地区の名詞であった、スヒーニン家の加盟にちなむ。19世紀初頭スヒーニチとその周辺の村落は、ロシア帝出に属する領地となり、 農産物の集散などを行う場となった。1840年にはスヒーニチは死の地位を得ている。19世紀末スヒーニチは鉄道建設の中心になった。モスクワからキエフへ向かう鉄道にスモレンスク域の鉄道が交わる交差点となり街は大きく発展した。第二次世界大戦では1941年10月7日に ドイツ国防軍により占領されているが、1942年1月29日、ルジェフブヤ島構成に出た、赤軍西部戦線により解放された。スヒー日は鉄道の結節点であり、その争奪は激しいものであった。スヒー日には、繊維工場や食品工場、楽器工場、建材工場、プラスチック製品工場などが立地している。 1899年に開通したモスクワブリンスク系府間の幹線の駅がスヒーニチにある。また同年に開通したスモレンスクスヒーニチ,チャプルイギントゥーラ間の鉄道。1935年に開通したロスラブリー駅の鉄道がここで交差する。スヒーニチには貨物駅、車庫、修理工場などが集中している。加えてモスクワブリンスクを経て、 キエフ方面に繋がっている M3 幹線道路も町外れを通る。ありがとうございます。